ります。夜までやってますので、この辺周辺で音楽やってますので遊んでってください。ということで何やろうか次、アマチュアセックスやろうか。難しいぞ。ダダ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 ワンツーワンツーセーの。
見ててくれても OK です。アンサンブルズ東京これから始まります。こっちのステージと向こう側の正面玄関のステージで交互に演奏します。で最初はこちら側で、吉垣康弘率いるオルケスタナッジナッジワークショップメンバーも含めて約600人のメンバーが演奏してくれますけども、この何日間かもう厳しい練習を数ヶ月間にわたってやってきた人たちが、リズムの何たるかをこれから見せてくれると思いますので、ぜひぜひ楽しんでってください。でこれが終わると向こう側で、坂本美優さんたちのやっぱりワークショップやったチームがコーラスやったり、今度こっち側に戻ってきて、池袋ボンバンドや福島のプロジェクト福島のメンバーたちによる大風呂敷の曲があったり、そしてまた向こう側に行くとウーアさんと、それから、稲葉敏郎先生のワークショップがあって、最後こっち側で、ここら辺の前にいる人たちと大友義でスペシャルビッグバンドの演奏がありますので、今日の夜の多分7時過ぎくらいまでやってます。よかったら、楽しんでってくださいということで、大丈夫かな、吉垣康弘さんのチームです。拍手。